PZLTS-11E スクララドム航空ショーで展示される TS-11TS-11 TS はポーランドが開発したジェット練習機。相性はイスクラ。ポーランドが開発した最初のジェット機でもある。ポーランド空軍の TS-8BS の後継機としてオークルが1957年より開発を始めた。 1960年2月5日に初飛行を行い、WSK が開発を継続して、PZL にて製造。1963年3月より、ポーランド空軍に引き渡しが開始された。主翼は中翼式で、主翼付け根に空気取り入れ口があり、エンジンは操縦席後部の胴体内に搭載する。胴体下面に排気口があり、 ブーム上の後部に尾翼がある。原型機や初期生産型は国産の軸流式ターボジェットエンジン砲 -10 を搭載したが、その後 SO-3 に変更された。機種右側に 23mm 機関砲一門、主翼下のハードポイントに爆弾、機銃ポッド、ロケット弾ポッドなどが搭載できるので、軽攻撃機としても使用できる。また、 鉱石を撤去して200リットルの燃料タンクを設置した攻撃型や偵察型も製作された。後継機として1982年が PZLI-22 が開発されたが1990年代に中止されたため現在でも TS-11 がポーランド空軍のジェット練習機の主力である。また、極技飛行隊である。 ロムビックでは1969年に採用され、同チームがビアノチェルバーのイスクリと名を変えた現在でも用いられている。航空省では操縦協会が初等練習機で展示飛行を行うオルリクエアロバティックチームとの共演も行っている。1962年のワルシャワ条約機構加盟国共同練習機の候補にもなったが、 チェコスロバキア製のアイロエル -29 デルフィーンに敗れた。それでも1975年にはインドより50機を受注した。インド空軍の TS-11 は2004年12月16日に退役するまでに7機が事故で失われ4名が殉職した。TS-11 アールラド無航空ショーで空にポーランド国旗を描くチームイスクラー。 i n d i a n i s, <の声> <S k r a s p h a s e d o u t w w w.b h a r a t dash r a k s h a k dot com hat イツル the upgrading of the t s-11 f e scra to provide to running to pilots for f-16 ありがとうございます